紙と鉛筆がありましたので、これを書いています。先生に、お手紙を出すためです。勝手に使ってしまって、ここのお家の方には申し訳ありませんが、どうか許していただけますように。私のお手紙を置いておけば、もしかしたら先生がここを通って、見つけてお読みになって、私がこうしていることにお気づきになるかもしれませんから、私は今まであったことを、初めから全部書いておこうと思います。大きな、お腹の底に響くような音が聞こえたのです。お囃子がピタリと止んで、王子と賢者がざわざわと騒いでいました。地面が震えて、何度もその音が続きました。お部屋が壊れそうなほどでした。もしかして米英が攻め入ってきたのかもしれないと、お役目を果たす時が来たのだと思って、私はずっとお迎えを待っていました。でも、先生も、博士も、軍人さんも、誰もいらっしゃらなくて、皆様はどうなさったのだろうと、とても心配になりました。もしかしたら、皆様はお国のために戦っておいでなのかもしれないと、思いました。だから勇気を出して、自分でお外に出てみることにしたのです。王子の言う通りに廊下を葉っぱでいっぱいにして、出口に向かって進みました。王子も賢者も、みんな私の後ろについてきてくれました。そうしたら簡単に、出ることができました。先生、私は、帝国が危なくなる時なんて絶対来ないと信じていました。あの音も、何かの間違いだと思っていました。私の勘違いだって、皆様がいらっしゃらなかったのも、何にもなかったからなんだって。でも、違うのですね。お外は地獄のようです。建物は崩れて、壊れています。右も左も、綺麗な形のものはありません。車はひっくり返っていますし、人の声は聞こえません。地面はひび割れて、赤い血が水たまりのようになっています。あちこちで火が燃えていて、焦げ臭い匂いがします。それに、そこら中に恐ろしいものがいるのです。ふわふわとした白い虫が倒れた人にたくさんひっついて、服やらを食べていました。道にも、建物にもその虫が溢れていたので、払いのけながら進みました。顔の潰れた大きな犬や、猿や、キジが、うなりながらわね回っているのが見えたので、急いで反対に逃げました。男の人の足が生えた、ぶよぶよした大きなお肉の塊が動いていました。お人形の塊や、人がたくさんくっついたお肉もありました。サイが、博士に読んでもらった本の中で見たサイが、あたりのものをみんな壊しながら走っていました。赤くて黒いマリが刺さったわしらが、細いおかしな紐を伸ばしながら跳ねていました。地面いっぱいにボコボコとお地蔵様が生えてきて、何本もの道を塞いでいました。ザリガニがたくさん、まるで赤い波のように水辺から這い上がるのを見ました。崩れた建物の向こうにはたくさんの山がありました。気圧地ではなくてみんな、同じ顔の、動かないおじい様でした。お空に届くほど大きな、青いトカゲが吠えていました。一歩トカゲが歩くたびに地面が揺れました。ガチャガチャ、ガラガラ、そんな音が鳴っていました。先生、あれもみんな、米英の仕業なのですか。お国をこんなにめちゃくちゃにするなんて、私は米英が憎いです。王子や賢者と励まし合って、私は生きている人を探して歩きました。一人でも多くの人を守りしなければいけないと思ったからです。でも、歩いても歩いても、生きている人は見つかりませんでした。そのうちにすっかりくたびれてしまって、私は崩れたお家に入って、座って休みました。窓から差した光が地面をギラギラ照らしていました。すると足音が聞こえました。私の方にだんだん近づいてきていました。びっくりして、扉の影から覗くと、そこに派軍人さんがいらっしゃいました。私の知っている軍人さんとは随分違う服をお召しになっていたけれど、鉄兜をかぶって、自由を担いでいらしたのでわかりました。日本の軍人さんでした。私はようやく生きている軍人さんにお会いできて、安心して、本当に嬉しくて、涙が出そうなほどでした。軍人さんと一緒にいれば、もう大丈夫だって。もしかして先生のイラッチやる場所もご存知かもしれないと思って、私は軍人さんの方に飛び出していきました。大丈夫ですかって、皆様はご無事ですかって、尋ねようとしました。なのにあの人は、私に銃を向けになった。気がついたら、軍人さんは、目や、耳や、鼻から、葉っぱをたくさんたくさん出して、倒れていました。どうやったのかはよく覚えていません。なぜあの人は私に銃を向けになったのでしょう。お国のために戦っていらっしゃる軍人さんが、どうして、私を殺そうとしたのでしょう。私には、わかりません。
あの人もきっと米英だったんだと思います。だって、私は、いい子にしていました。何もいけないことなんてしていません。いえ、勝手にお外に出たのはいけないことかもしれません。ですが私はただ、帝国のために、皆様を、お助けしたかっただけです。とても、寂しいです。先生、それでも私は頑張ります。私の力を必要となさっている方がいる限り、頑張ります。帝国のために、一人でも多くの人を守りし、この国を脅かす米英に、神罰を与えます。先生が私に教えてくださったお役目を、一生懸命、果たします。だからこれから、たくさん歩こうと思います。私は強い子ですから、負けません。王子と賢者もいますから、平気です。行く先がどこになるかは、わかりません。町も、村も、歩きます。海も、山も、森も、全部歩くつもりです。いろんな場所を探していれば、どこかで生き残っている人に出会えるかもしれません。本当の日本の軍人さんが、私の力を求めておられるかもしれません。それに、早く先生にお会いしたいのです。生きているみんなで集まって、力と知恵を合わせれば、この国をまた美しい姿に戻せるはずです。帝国は神様に守られていますから、できないはずが、ありません。先生、木戸先生、私は、元気です。まだ、大丈夫です。私を見つけてください。私も、先生を見つけに参ります。先生がどこにいらっしゃったとしても、必ずおそばに参ります。ですから先生、どうか私を、どこかで私がお役目を渡していることを、覚えていてください。